佐藤ぐるっと回って相澤山アフリー、ルークメイが中に侵入、右に移動、中東です。まず斉藤、少しで佐藤とのピックアンドロール、そのエンドロールを使ってくる。少しで佐藤のボールを運んで、これが斉藤です。斉藤侵入、またここもエンドロール、2人で4点取りました。出てきて、これがマシューライト、インサイドでポストアップしようとしたジョンソン、これがジョーンズ、左のコーナーに飯永大輝です。ジョーンズ侵入、サッシャキリア、ジョーンズ、ルークメイから走って、エサトン、これも速い展開、もう一度ルークメイが引き取ります。トップの位置は七東、ボールが回ったウィングから相澤山アフリー、スピード、ただ伊勢さん、川崎もそのスピードというのはチャレンジしていきたいシーズンですよね。はい、ヘッドコーチがおっしゃる通り、こう速い展開を目指す意思は持ってるとは思うんですけれども、はい、なかなか出れてないかなというふうな印象でもあります。うわ、ここも速かった、ただここは長東のシュートを落ちました。大型でいくが、スコット・エサポンの手が出てきます。長東、チーズとのピックアンドロールは使わず、トップにエサポン、一旦ポストアップ、カットインしてきて、斉藤匠海、ターンした、囲まれる、それでも行く、まあ、来なければいけないポジションにつくのが遅かったといった要因もありましたけれども、まあ、このさあ、そのタイムアウト明けですが、小針が出てきています。マシューライト、それから飯田、仕掛けた、仕掛けた、ただコーナーでこうなると完全に役、飯田、名古屋はタイムアウト前と同じメンバーです。ザイランシータル、外に出てきてショットクロック10秒、エソの球を突きながら、ただここは繋がりませんでした。斉藤匠のプッシュ、そこには飯田がいました。コーナー、ザイランシータル、今シーズン初のスリーポイント、ちょっと線は踏んじゃいましたかね。あ、川崎はちょっとこのターンオーバーは気をつけないところですが、戻った戻った、飯田よく戻りました。ジョンジョン侵入、ミスマッチになっていました。これもキックアウトができない、ただジョンソンが拾う、タッチを交わしました。小針と坂本です。川崎の方が結構思い切ってスモールなラインアップにしてきましたね。今長谷川が入ってます。ですからこれがあの6番連がいないです。マシューライト、右のコーナーに長谷川匠が入ってます。左2番構えですが、ウィング3落ちます。ジョンソン倒れてますが大丈夫、ちょっと手につかなかったチータム、それでもなんとか運んだ、前に送った佐藤、コーナーだ、ルークメイがオープン3、ルークメイは運べるぞ、ミスマッチになるぞ、ルークメイバンクショット、これも落ちる、自分でいきました。この辺が魅力ですよね、スピードとあとフィジカルもある。マシュレのロック、もともとこういったスタイルをボール出して名古屋を少し終わっていったというような印象です。キカのボール回った、コーナーブロック、ジョーンズ、代表の経験もあります、サッシャキリア、ジョーンズ、ザイランチータム侵入する。斉藤匠はこの小針のスピードは止めなきゃいけないと話をしていましたが、さあその小針、長谷川とのピックアンドロールです。ミスマッチになってます。小針のプルアップジャンパープレーなんか、小針選手のスピード感を生かして1対1でしたけれども、はい、何かしらこう攻めるポイントみたいなのを作りたい。また1人ブロックになりました。難しいスピード感なので、まあ、佐藤選手であったり張本選手であったり、まあ、ちょっとでもスピード、さあ残り第1クォーター15秒、斉藤匠、右のコーナーに相澤山アフリー、左に佐藤匠、ルークメイが出てくる、リング下には張本、さあ斉藤匠が組んでいくか、タップショット、おーおーおー、もう一度ある斉藤匠、連続ポイントにならないか、落ちろ、間に合ったか、チェックしますね、ですね、はい、自分でボール上げて、そこにキャッチしましたね。よく決めました、斉藤匠、斉藤匠はビハインドパス、コーナーが空いた、相澤マーフィーが来ない、行きますと、ザイランチータムの落ちた、後ろから取りました、ね、もう一度斉藤のスクリーン、川崎がタイムアウトを取って何かしら準備をしてくるというのを見て取って、やはりディフェンスを変えてくるというのが、まあ、試合のうまさ、試合をするうまさがありますよね。飯田のスリー来た、試合でもちょくちょく見られましたね。今マシューライトがコントロールしてます、高い位置にジョーンズを呼びながら、マシューライトのスピードブロックを超えました。
マーフィーのスリージョンソンが運びます。ハイローが通ったミスマッチになっていた。あ、チータム篠山が決めていく。状況を判断できるようになってきていると思います。この前のアリディ・ジョンソン選手、これがエサンとショートブロック7秒6秒ループウェイに入れるミスマッチになっている。坂本のバック、今篠山選手、それからキックアウトでマシューライド、ボールを突きながらショートコーナーからのジャンパー、マシューライト選手ですね。篠山マシューライト選手1点差だって川崎のオフェンス展開してますので、この2人を止めたい、はい、という意味での坂本選手の起用かもしれない。なるほど、最高のスリーポイントです。そうですね、ちょっと今 2-3 にしましたか。まあ、川崎も結構ここからマンツーマンに変わっていくような変化のある状況を展開しましたね。そこはエサソンが返してくれました。強くいきます。坂本聖雅のディフェンス、ここは斉藤が見ます。高いじゃジョンソンのループメイン、ジョンソン運んでステップ踏んでキックアウト、マシライトの3が来た。かいくぶって川崎、これがマシューライトです。ライトはジョーンズを呼びました。ファイトオーバーで中東が行くが3へ打つ、中で受けて角度前でチーターファイトオーバー、マシュライトの3、これを取る。ジョンソンの斉藤匠は下がって佐藤拓馬、チータムに入れたポストアップ、外ぐるっと回って斉藤匠の3来た。出てると思いますね。それを消すような意図があるとは思います。はい、エサトンの侵入を取り戻せるかどうか。川崎の方も名古屋のメインプレーヤーである瀬戸選手をどれだけ止めれるかどうか、そのディフェンスが非常に重要かなと思います。キックアウトから飯田のスリーがフィニッシュ。篠山キックアウト、インサイドアウトからルークメイがボールつきながら入ってきてのジャンパー、リンパクッとジョンソン。さあ、ここはジョンソンが運べますが、外に振りました。コーナーがマシュライト。さあ、そしてまたジョンソンが運ぶ。ジョンソンが走る、もう一度コーナー反応がいいましたが、ここはカットします。バウンスパスルークメイに通しました。中東からルークメイです。逆速攻になりましたね。今斉藤選手の素晴らしい反応でした。マシューライト、マシューライトはバックカット、ブロックに行きますが、ジョンソンです。速い球です。ルークメイすぐ裏返します。決められた後も速いです。はい、ルークメイショットクロック10秒、ブロック飛んだヘッドサイドにはマシューライトが手を出しました。ここを遮断します。篠山から飯田、今日3、3本あるの飯田、カットインした。あるかと思います。はい、ここも篠山、そして飯田で、ここでカットインしてもう一度飯田がもらいました。そうですね、ここでミスマッチができて、トランジションのシチュエーションでミスマッチができていた。叩き込んでジョンソンです。マシューライト選手のところはダブルチーム行くような形が見えましたので、はい、相当警戒しているような感じですね。斉藤からエサトン、斉藤とチータのエサトンがトップの位置、中東ディフェンススイッチ、中ミスマッチになっている。そこは使わないから斉藤が早い球出して、ファールだった。つなぎましたね。スクリーンがあってピックアンドロールがあってスイッチがあってミスマッチができる。短い、さらにカウンターのオフェンスリバウンド、コバリが絡んだ。鋭く入れてジョンソン、タフショット、リバウンドはどっちだ、名古屋だ。さあ、坂本のプッシュ、坂本のプッシュ、周りを見ながら坂本です。エサド戻ってきて斉藤、ミスマッチになるが斉藤のスピード、長谷川です。坂本聖がコーナーの佐藤、ショットクロック10秒、キックアウト、トップからのマーフィーのスリー。今ポイントガードは坂本の時間帯です。名古屋
マーフィー、インサイドチータカットインする坂本、ここを攻めていく、第3コーナー残り2分です。ジョンソン、あ、スペース空いた、ただエサトの壁があるが、それでもジョンソン決めきります。外に出てきて坂本誠がチータムとのビッグアンドロール、背負いながらチータム出てきて手を出してハンオーバー、ジルアウトナンバー、プレッシャーをかけました。タチワグラポスターアップでジョーンズ、ジョーンズ押し込む、ジョーンズ決め切ります。なので何かしらの仕掛けを持って、サイド選手を止めるか、最後は斉藤が奪いました。アウトランバー斉藤さんにからエサト、レッドワーキでした。これジョーンズ4つ目ですね。ジョンソンターンして短い落ちます。斉藤さんからルーズメイが引き抱きカウト、中身が入ってくる、柏倉に変えて篠山が入りました。斉藤、斉藤のスリー落ちます。ジョンソン、鎌田、さあ篠山のスリー、さあ佐藤拓の体当てる、グランダッククラッチ、ルーズボールはルークメイヤと違う、完全にここはジョンソン、マシューライトが運びます。マシューライトのプッシュスペースがあった、マシューライト落ちる、佐藤が走る、篠山ディフェンスはスイッチします。篠山エサボットのミスマッチ、トップのバランスになりました。中東がランクに1回いかなかった、長谷川、そこはミスマッチが起きる。アイザイア・マーフィー、チータムは中に侵入していきます。スコット・エスコン、ぐるっと回って坂本、その奥、中東、中東で1人でレイアップ。今のようなピックアンドロールをかけるフリップ、こうして中に入っていくようなユースリップという動きなんですけど、川崎得意なんですが、後ろゴロ10秒、チータム、加藤、チータム、コミュ障だからそういうのちょっと喋れない。いや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 、でも中田選手うまくお手やりそうですね。はい、そんなイメージありますか。いや、非常になんか人当たりがいいというか。ああ、そうですね、はい、ね、だからあの若い選手たちもやりやすいと思います。あと学ぶところはやはり多いですよね。うん、おそらくそうなんじゃないですかね。小針のストリーク、さあ大観衆が詰めかけたドルフィンズアリーナ、2024-25シーズンホーム開幕戦、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、川崎ブレイブサンダースを